第二次世界大戦時に支給されたシーレーションシーレーションとはアメリカ軍が第二次世界大戦前の1938年から開発され1945年にかけて製造・配給したレーションである。1961年から生産・支給されるミール・コンバット・インディビジュアル・ MCI レーションを缶詰を中心とした構成からシーレーションと呼ぶことがあるが 正式な C レーションとは全く別物である。C レーションの B ユニット缶詰の中にビスケットなどが入っている。頭文字の C は中東地球食用の未調理生鮮食材である A レーション、同じく包装済み未調理食材である B レーションの次に区分されるレーションを意味する。C レーションの起源は第一次世界大戦中に遡る。兵士一人が1日に必要な3食分の量食を、 保存、味、栄養バランスの取れる上で、補給の瓶と携帯のしやすさを考慮したレーションの開発が行われた。戦後も研究は続き、平坦研究所の初代所長である WR マクレーノルズ少佐によって C ーレーションが生み出されることとなる。マクレーノルズ少佐はそれまでの味が単調なビスケット等を中心とした保存糧食にビーフシチューや肉入り麺に、 アイリッシュシチューというような家庭的なメニューを12音数入りの長方形の缶詰にしたものを加えることを提案。1939年の6月には容器形状が円筒型に、9月には当初10種類のメニューが予定されていた中から3つの肉ユニット、ミートビーンズ、ミートポテトハッシュ、ミートベジタブルシチューと3つのビスケットユニットとで、 構成されるレーションとして開発。この1日分の量食が6つの間で構成される試作品は好評で、補給本部の技術委員会からリザーブレーションの後継としての開発を認められたので、ある。だが、開発延長用の資金としては300ドルしか研究所に与えられなかった。1939年までに研究所は10種類の主食案を提案した。そして、 それまでの12オンス入りの長方形管の代わりに16オンス入りの円筒管を用いることとした。こうして1日分6管のレーションは熱量4437キロカロリー、重量5ポンド10オンスというものになった。1939年の9月には当初10種類だった主食のメニューが生産設備の関係上、これまで試作されたもの以外の生産が困難なことが 判明し、そのために、主食は、肉と豆の煮込み、肉と野菜の8種、そして、肉と野菜のシチューの3種類に減らされることとなった。そして1939年に、陸軍のレーションに関する基準を変更によって、合衆国陸軍レーション C イコール US アーミー、フィールドレーションとして公式に発表された。また、C レーションは、陸軍の作戦時に調達されるレーションにもなった。 1940年には厳しい実地試験が行われ、その結果、缶が大きすぎて邪魔になる、主食の種類が少なすぎる、主食の量が多すぎる、主食で肉よりも豆が多すぎる、等の評価を受けたものの、栄養的には十分であり、陸軍で支給されてきた野戦レーションの中で最も優れたレーションであると認められた。実地試験の結果から16オンス缶から12オンス缶に、 変更され、B ユニットのビスケットの数が減らされ、その代わりチョコレートとインスタントコーヒーが追加された。生産の経験から主食の品質が改善された。後の変更点としては、1941年の終わりに個別放送されたキャンディとチョコレートキャラメルが採用された。1941年の8月に初期ロットとして150万個のシーレーションが、 戦争準備のために生産された。そしてシーレーションは第二次世界大戦を通じてフィールドキッチンが使用不可能な際の主要な作戦食の座を占めることとなる。なお、このシーレーション缶は付属するキーで開管するため一般的な缶切りは不要であった。1944年にメニューが全般的に見直され M ユニットのメニューは12種類に飛躍的に増え、 また B ユニットもアクセサリーパックとなって内容物が改善されたが第二次世界大戦中はそれまでに生産されたシーレーションの在庫がなくならなかったため新メニューはほとんど前線には届かなかった1941年当時のシーレーションの内容物を下記に示す通常 M ユニット一缶と B ユニット一缶がセットで一食分であった M ユニットの3種のメニューがあった B ユニット、ありがとうございます。